データ構造図の一例データ構造図は構成要素とそれらの関係を文書化するグラフィカルな表記法とそれらを束縛する制約を提供することで概念スキーマを記述するデータモデルの一種である。DSD の基本的グラフィック要素は実体を表す箱と関係を表す矢印である。データ構造図は特に複雑なデータ実体を文書化する際に有効である。 データ構造図データ構造図。データ構造図は、そのようなデータ辞書のエントリー内の構成仕様を、グラフィカルに表したものである。データ構造図は、実体関連モデルの拡張である。DSD において、実体を表す箱の外ではなく、中に属性が書かれ、属性から構成される箱同士を結ぶように関係を表す矢印が引かれ、実体と実体を束縛する制約を指定する。 ER モデルは素朴だが、関係間の制約を表現できず、複数の属性を持つ実体を表そうとすると見た目が複雑化する。DSD と ER モデルの違いは、ER モデルでは異なる。実体間の関係を表すことが主眼であるのに対し、DSD では実体内の要素群の関係に主眼を置いており、実体間の関係を一目で把握できる。 データ構造図の表記法にはいくつかのスタイルがあり、特に多重度の定義方法に違いがある。多重度は矢印を様々な形で描くことで表したり、数値で表したりする。バックマンセンズの一例バックマンセンズはデータ構造図の一種であり、ネットワークモデルや関係モデルの論理データ設計に用いられる。この場合のデータモデルはシステムにおけるデータ。 格納方法とは切り離されている。データベース研究の先駆者、チャールズ・バックマンが考案したことからその名を冠しており、主にソフトウェア設計で使われている。関係モデルにおける関係は属性間の結びつきであり、その関係におけるすべてのキーに推移的従属性を持つわけではない。関係間の結合は属性の一致に基づく。それぞれの関係について四角形を描き、 関係間の結合を矢印で四角形同士をつなぐことで表す。矢印にはそれぞれ多重度を表示する必要がある。1対 n、1対1、n 対 n などがある。ただし、n 対 n は避けるべきで、2つの1対 n の結合に置換しなければならない。ありがとうございます。